マングップとは、クリミア半島に存在する都市。マンガップという名称も存在し、ウクライナ語では、とも呼ばれる。市内には、マンギュップケールと呼ばれる要塞も存在し、この要塞は、セバストポリの東に約13キロの高原に位置する、歴史的な要塞である。1 1九十年の東ローマ帝国中世初期には、この地を支配した東ローマ帝国によって、ドロス、 または、ドリーとして知られる要塞が築かれた。その要塞は、人が永住する町ではなく、人々はこれらのところに永続的に住んでいたのではなく、軍事的な危機や天災などに備えて、他の集落からそこに集まってきたのであった。また、8世紀には、大規模な集落の近くに位置する、小さな要塞化された、小規模な集落群が形成された。 要塞化された城は今ではイサラとして知られているものである。これらの要塞の場所に後に国家となる集落などの建設が始まった。6世紀の東ローマ帝国の歴史家、プロコピウスによると、ドロスの地域はクリミアゴート人と呼ばれる490年代のイタリア信仰でテオドリック大王に従うことを拒否したゴート人らによって定住したのが、 この地に人が居住するようになったきっかけであるとする。考古学的発掘調査は、6世紀の間に、キリスト教のバシリカ、要塞、洞窟集落の跡を発見し、プロコピウスの主張が正しかったことが立証された。7世紀後半から8世紀初頭までに、クリミアゴート人は、北方遊牧民である、ハザール人に征服され、8世紀後半には、ヨハネ市教が率いる、 ハザール人勢力に敵対する反乱の中心地となった。また、ハザール人の征服の結果、ドロスという名前は9世紀以降に姿を消し、現在のマングプという名称に置き換えられた。中世後期、マングプはロシアなどとの交易により栄えた。10世紀半ば、マングプは競合する勢力の影響を受けたものの、タタール人のクリミア征服の間に自治を維持することができた。 しかし、その後もジョチウルスの大判断に敬意を表せざるを得なかった。緑がテオドロ広告百2 2 3年、マングプは国会沿岸、ポントスのトレビゾンド帝国に支えられ、さらなる発展を遂げた。また、13世紀後半から14世紀初頭のマングプは、テオドロ広告の中心となった。広告は、ビザンチンの伝統とキリシャ語の使用を維持した。 トレビゾンドの地域に由来する支配王朝であり、コムネノス王朝の一門であるガブラスケが支配した。その一族は14世紀後半、王朝の一つの冒険子孫がモスクワに移住し、そこで彼らによって、下野府修道院が設立された。また、16世紀、彼らは名前をゴロビンに変更したという。1395年から1404年の間、 ティムール朝の支配下にあったが、テオドロ公アレクシオスは、ティムールの死後に独立を取り戻すことに成功し、彼の後継者は1475年のオスマン、帝国の征服まで、それを維持した。しかし、後に東ローマ帝国の最後の末裔であった、この国家は、オスマン帝国のよりクリミアの支配に終焉を告げた。マングプアトの遺跡、千八百十年百七十五年、 モルダビア公のシュテファン三世は、自身の弟の子であるアレクシオスをテオドロ行為につけた。その後、ついにトレビゾンド帝国を滅ぼしたオスマン帝国の部隊が侵攻した。住民たちはなおも抵抗を続け、マンガップ包囲戦は半年間続いた。しかし、トルコ人は大砲を使用し、ついには勝利を得た。その後、首都の位を剥奪されたマングプの街は、 絶え間ない衰退の時代を迎えた。1774年にマングプの要塞はトルコの守備隊によって放棄され、最後の住民たちの小さなコミュニティは1790年代にこの町を放棄した。1901年、ギリシャ語の碑文が市内で発見された。碑文はトルコの征服からほぼ30年後の1503年にマングプの住民はまだギリシャ語を話し、 彼らの街壁を修復するための行動をとっていたことを示した。1913年、ユスティニアヌス皇帝に言及するギリシャの碑文が発見された。碑文は、ユスティニアヌスの下で、都市はすでに東ローマ帝国の行政上で考慮されるほど重要であったことを証明した。ありがとうございます。